ふむ、まずいことになりましたね。石場でこれほど強い魔力を観測したのは初めてかもしれません。でも霧の発生状況はそうでもない。偽の妖精王が出た時の方がひどかった。この雷も雲によるものではありませんね。やはりレンヌの読み通り、ブロセリアントの西側に何か不吉なことが起ころうとしている。レンヌ、そこにいますか？はい、ここにいます。鐘を鳴らしてください。緊急事態です。今すぐ巡回に出ている森番を戻すのです。賢明な判断かと思います。深い闇がブロセリアントの西側を覆い尽くそうとしている。ゲンムの脅威とはまた違った、とても不吉な闇が。あなたの警告を信じてよかった。この異変はお母様でも気づきませんでした。お手柄ですよ。よく感知してくれました。ほんの少し私の方が慎重だっただけですよ。ここまで闇が濃くなればママも気づいていることでしょう。濁鉄隊での経験が生きましたね。姉として森番として頼もしい限りです。それで作戦はどうしますか？西を封鎖します。内側を固めましょう。この不可解な魔力は巨石群に集中しています。ここがゲームの発生源になってしまっては森番の手には負えません。第二段階に入るまで遊撃班はなしですか？しばらくの間境界線を守る森番が孤立しますね。境界線の警備班は二班を合わせて行動班とします。各班への伝令役はそのまま警備班に加わってください。東側の守りは手薄で構いません。あちらは憲兵隊に任せて、私たちは西と南を固めましょう。了解しました。すぐに使いを出します。東側にはフォンテーヌがいますから、憲兵隊の指揮は彼女に任せることにしましょう。レンヌ、東には特鉄隊も待機中なのですよね。ビビアンさんがベルサイユさんを案内しているはず。ええ、そのはずです。明日には帰島の予定ですから、そのお二人以外も列車に戻っていると思いますよ。そうですか。うん、いい案だと思いますよ。限られたメンバーだけならともかく、全員揃っているなら頼るべきかと。私はまだ何も言ってませんよ。でもそうするべきだと思っているのでしょ。車掌さんたちの力が必要になると、私の勘もそう言っています。森番では対応しきれない危機が迫っている。この石場に雷が落ちるのはシャナ族の赤子が現れる時か、森が滅びの歌を歌い始める時のどちらか。今のところシャナ族の姿はありません。これは滅びの歌の始まりです。とにかく早めに手を打つこと、それから打てる手は打てるだけ打つこと、これにつきます。決断を下すのは石場の監視者としてここに立っていた姉さんの役目です。わかりました。待機中の特鉄隊全員をこの石場に呼んでください。北側の線路を使ってミストトレインで来るようにと。大至急でお願いします。特鉄隊への伝令が最優先事項。ヤーンの中で最も早く動けるものが向かってください。ドゥフフ、姉さんたらこんな時に面白いこと言うんですね。ヤーンの中で最も早く動けるものだなんて、その条件ならママか私のどちらかです。それくらい姉さんだって分かっているでしょ。頼みましたよ、レンヌ。こちらのことは私に任せて、一秒でも早く車掌様のもとへ。
さあ、今すぐ行くのです。車掌様をお連れするまで引き返してはいけませんよ。レンヌ、何をしているのですか。さっさと立ちなさい。姉さんの言うことが聞けないのですか。なるほど、確かにこれはまずいですね。姉さんが慌ててしまうのも無理はありません。何かがこちらに近づいてきていますね。姉さんは私よりも早くそれに気づいた。あなたも気づきましたか。ええ、巨大な魔力がこの石場に集中しています。玄武とは異なる性質を持つ謎の力。姉さん一人で抑えられる魔力ではありません。どう対処するかは実際に物を見てから判断します。何ですかあれは。雷が全て祭壇の上に落ちてきますよ。祭壇が雷を呼び込んでいるようにも見えますね。そしてその魔力を貯め続けている。あれはもしやゲート。危ない。今までで一番の落雷でしたね。姉さん、大丈夫ですか。怪我はしていませんか。大丈夫です。すみません、助かりました。しかし、そう安心してもいられませんね、レンヌ。ええ、そのようですね。メトロホールです。セントイリスに出現したものとほぼ同じものでしょう。レンヌ、急いでください。向こう側から良くないものが来たら大変なことになりますよ。夜明けまでには戻ります。姉さんもどうかお気をつけて。雷と共にメトロホールが現れた。シャナ族と何か関係があるのでしょうか。確認。ブラセリアンと北西部の巨石群に到着しました。作戦通り第一班は速やかに降車して安全を確保してください。現在列車周辺には非常に濃い霧が出ています。大雨に落雷といった悪条件も重なっているので注意が必要です。ひどい天気ね。さっきまでの綺麗な星空が嘘みたい。ビビアン、第一班が行動を開始しました。列車付近に敵影はないそうです。了解。第二班も行くわよ。ここがブロセリアンとの巨石群か。大きな石がたくさんあるね。確かレンヌたち森番にとって聖地みたいなものなんだよね。そうですね。そのような場をイメージしていただくのが良いかと思います。儀式や占いを行ったり、魔力の観測をしたり、森番がここぞという時に使う特別な場所です。私たち森番は、この巨石群の中心地を石場と呼んでいます。石場の祭壇にはよく雷が落ちるのよ。森に不吉なことが起こる時の前兆として知られているわ。で、今回は、その前兆が見られたとほぼ同時にとんでもないものが現れたと。ええ、メトロホールです。ついにベルフォレットもメトロとつながったってわけね。そのメトロホールが本物ならぬ話だけど。私は本物だと思いますよ。セントイリスに出現したものよりも規模は小さいですが。レンヌが見たメトロホールって雷が落っこちてできたんだよね。ええ、激しい落雷の後祭壇に魔力が蓄積され、やがてそれが巨大化しメトロホールとなりました。ブルターニュはゲートのようなものと言っていましたね。ゲートが大きくなっていってメトロホールになったのかしら。
ゲートが開いたことでメトロホールが姿を現したんだよ。ブロセリアンとのメトロホールはもともとその場所にあったんじゃないかな。は？もともとそこにあったんならどうして今まで見えなかったのよ。つまりね、目に見える世界と見えない世界の間に隠し場所があるというか、逆端にも分かるように説明するのは難しいです。何よそれ、ヤシノもまだまだね。第一班戻ったぞ。列車周辺にミストモンスターの姿はありませんでした。範囲を広げて索敵しましたが、脅威となるものは存在しません。こちらも異常なしですわ。新たなゲームの発生もありません。発生源が特定できない以上油断はできませんが、停車位置に問題はなさそうです。作戦を続行しましょう。行動が早いこと、さすがはフィンチリー教官ね。騎士ならこのぐらいできて当然だ。普段通りに動いたまでだよ。ユーストンとベルサイユという頼もしい味方のおかげでペースを落とす必要もなかった。二人とも動きに全く無駄がない。素晴らしい仕事ぶりだった。フィンチリーさんが迅速に行動してくださったからこそですわ。あなたの動きに合わせようとしたら、こちらも本気で動かざるを得ません。イリス・クラウドの騎士は練度が高いのですね。何、現役の頃に比べたらだいぶなまったよ。そちらの教え子は大変優秀だな。クイーンズウェイにも見習ってもらいたいものだ。それはこちらのセリフですわ。ベルサイユはまだまだ未熟。クイーンズウェイさんからいろいろと学んでいただきますわ。絶対に普段通りじゃありません。ヴィンチリー教官、いつもより飛ばしてましたよ。ユーストン騎士長もです。普段はあんなに早く動きません。ちょっと気合を入れすぎのような気がします。ベルサイユ、何か言いましたか？いいえ、ユーストン騎士長ならコソコソするんじゃありません。任務中にそのような行動は慎んでください。クイーンズウェイ、お前もだぞ。何か報告すべきことがあるならはっきりと言え。はい、フィンチリー教官。おー、セントイリスの先生と生徒が二人ずつ、どちらも体育会系ですな。フィンチリー教官はともかく、ユーストンはそんなに怖くなさそうだけどね。そうとも限らないわよ。と、うちの役うつくが申しております。一見優しそうな人ほど訓練の内容や評価の基準がめちゃくちゃ厳しいってこともあるのよ。私の先生はそういうタイプの人だった。そういうタイプの人、なるほど。君と同じ舞台にいる時にメトロホールが出現するなんてな。これも何かの縁だ。よろしく頼むぞ、ユーストン。ええ、こちらこそですわ、フィンチリーさん。メトロの騎士がいるときにメトロホールが現れた。しかも二人の騎士のうち一人はシャナ族。姉さん、これはきっと何かありますよ。私の嫌な予感はよく当たるんです。強固な結界があっても異常事態が発生する。頭上近くで雷鳴が轟き、石やシャナ族を狙って落ちる。どこかで聞いたことがあるような場所ですわね。ええ、メトロにある
雷の遺跡によく似ています。雷の遺跡？シャナ族の村にある聖域のことです。雷を落とす天球の真下にある少し変わった場所ですわ。それ聖域っていうかただの危険区域じゃん。確かに天球の周りには常に雷が鳴っていますが、落雷自体はそれほど多くないんですよ。遺跡周辺に雷が落ちるのは雷を呼ぶほどの強い魔力に反応した時だけなんです。雷の遺跡が落とす雷は普通の雷と違ってそんなに怖くありません。強い魔力を帯びていて草木に当たっても火災が発生しない。湖やシャナ族の体に直接落ちても平気なんですよ。いや普通に怖いわ。シャナ族強すぎるでしょ。それって雷がすごいの？雷に打たれても無敵なシャナ族がすごいの？普通の雷に打たれたことがないので断言はできませんが、おそらく雷の遺跡の雷が特別なのでしょう。遺跡の地下で儀式を行っているシャナ族にも雷は落ちますから。そんな平い信じゃあるまいし。せいせいせい、ちょっと待って。ベルサインは今大事なことを言いました。はいはいはい、何ですか吉野大明神。ベルサインは雷に打たれたことがある。そんなことは言ってない。言ってないけどそんなようなことを言った。普通の雷には打たれたことがないって。普通じゃない雷には打たれたことがあるってこと？そんなの無理っしょねえベルサイユ。いえ何度かありますよ。あるのかよ。しれっと言うわね。シャナ族は雷に耐性でもあるの？強い魔力を持ったシャナ族は雷を呼ぶ。聖域に落ちた雷は時として選ばれし子に強大な魔力を与え、時として選ばれし子を異界へと飛ばす。シャナ族に古くからある伝承ですわ。もっとも単なる言い伝えではなく歴史とした事実なのですが。事実ですって？あのユーストンさん、事実というのはどちらのことを指すのでしょうか？魔力に恵まれるという話ですか？それとも異界へ飛ばすという方ですか？両方ですわ。両方。飛ばされたシャナ族は一体どこへ？雷を呼んだ赤子は魔力に恵まれ、魔法使いや研究者としてメトロベルフォレットに多大な功績を残します。一部例外となる子もいますが、その話はいいでしょう。雷を呼ぶシャナ族はその雷に打たれることがありますの。その中でごく稀に忽然と姿を消してしまう者がいるのです。消えたシャナ族はどこへ行く？わかりません。メトロの謎の一つですわ。現場には痕跡が全く残らず、またメトロ内で出自不明のシャナ族が発見されたという報告もありませんの。雷に打たれる一族か。奇妙な話だな。少なくともイリスクラウドではそのような話は聞いたことがない。その特殊な雷に打たれるのはシャナ族だけ。それも雷の遺跡の近くに住んでいる者に限った話ではなく、メトロ中のシャナ族が雷と共に消息を絶っています。私たちシャナ族の間では異界に飛んだと表現しています。この世から消え去ったわけではなく、どこか別の場所でシャナ族みんなで暮らしている。残念ながらこの教えは事実ではないのですが、メトロのシャナ族はみんな信じていますよ。雷に愛された子は皆幸せになれると。皆さんよく来てくださいました。思っていたよりお早いお月ですね。全員ご無事で何よりです。ブルターニュ無事だったのね。ええ、
霧の濃さや天候だけを見れば絶望的な状況にも見えますが、実際のところそれほど大した被害は出ていません。ミストモンスターの数も思っていたより少ないです。ほんと、西の状況を見てこの世の終わりかと思っちゃったわ。まだ安心はできませんよ。これが滅びの歌の前兆であるなら、今後ますます事態は悪化していくことでしょう。おっしゃる通り、油断は禁物です。メトロホールは魔物を引き寄せる力がありますからね。あなたはベルサイユさんですね。勇猛果敢なシャナ族の剣士にして騎士、同族として誇らしい限りです。それはこちらも同じですよ、ブルターニュさん。最高の森番だと聞き及んでいます。こちらはメトロセントイリス鉄道騎士団のユーストン騎士長。メトロでは騎士団だけでなく連合軍の部隊も指揮されています。ユーストンと申します。私にできることがありましたら何なりとお申し付けくださいまし。ご協力感謝いたします。ブロセリアントの森番を代表してお礼申し上げます。レンヌもご苦労様でした。いいえ、森番としての義務を果たしたまでです。ブルターニュさん、早速なのですがメトロホールの様子を見させてください。メトロセントイリスにできたものと同じようなものか確かめたいのです。もちろんです。車掌様もどうぞこちらに。ブルターニュさん、頼もしいお方ですね。